挙 9.60 でした。そしてゲボルキャンです。ソビエトのゲボルキャン、この人は離れ技を4つ見せてくれます。その内容はすごいですよね、はい、ただですね、まあ、私たちも勉強になるんですけど、この前アフリの時にですね、どーっと危ない、ギンガー1回ひねりという技ですかね、そうですね、ギンガーという技にさらに1回ひねりを加えたもんですが、はい、アフる時にね、膝がですね、トカシもそうですけども、はい、膝が緩むんですね、はあはあ、これはやはりその都度チェックされますので、はい、そういう欠点はやはり下げていただきたいと思いますね、はい、しかしこのトカチェフギンガー入って今イエーガーですか、イエーガーですね、背面からのイエーガーですからね、これでもう3つ入っておりまして、4つ入っておりまして、最後がこれが新月面でおります。素晴らしい技が入ってるんですが、今平常にも現れました、途中のあのギンガーの足がなければなというところですかね、これが大阪ってからですね、はい、イエーガー、イエガー宙返り、まあ、従ってギンガー1回ひねり、トカチェフ、ギンガー、イエーガー、それから最後が新月面と、もう素晴らしい技でしたがね、 9.35 という得点でした。さあ鉄棒については